あやはやたち、これ食べたことありますか？いいえ。最初のが美味しいと思ったら、右手。はい、右手上げてください。どっちか。おい、ちょっと待って、どっちか間違ってるよ。美味しそうでしょ？ドンキロン。あやです。はやです。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。今日は先日名古屋に行った時に北海道店って言って北海道の特産品置いてあるコーナー行ってきたんだよね。うん。その時にこちら見て見て、これどういう名前でしょう。英語で読めない。ロー。ロシ。はい、こちらロイズと言います。あー、ロシェ。違う変化された。はい、こちらママの大好きなチョコレートのお店なんですけど、あやはやたち、これ食べたことありますか？いいえ。はい、ないんだよね、うん、ってことで今日は美味しく食べようと思うんですけど、ただでは食べさせません。いやいや。今回やるのはこちらの美味しいチョコレートと普通の市販で売っているチョコレートを食べてもらって、どれが高級なチョコレートだったか当ててもらいます。はい。いい？ただ見ちゃったら一発でわかるので、目隠しをします。はい。いいですか？はい。レッツトライ！一番最初に比べるのは、こちら。このチョコレートで、このタイプのものをと、こちらを比べたいと思います。まず一つ目、いいですか？あ、口の中でよく溶かしてください。わかったの？あわかった。いきますよ。はい、じゃあ目隠しを取ってください。最初のが美味しいと思ったら右手。はい、右手あげてください。こっちか。おい、ちょっと待って、どっちか間違ってるよ。右手あ、そっち。そっち、左手だよ。え、せーの。はい、バツになった。はい、あやは最初の方が美味しかった。うん、なるほど。はやは？理由はなんか言いたいけど、なんか滑らかだったから。お、滑らかだったから。なるほど。はい、じゃあ答えはそのままにしておきます。え、2つ目いきます。やばい、絶対次やってな、間違ってる気がする。そうやな、はやとか選びそうな方やろ。一つは同じくこちらのこれになります。もう一つはこちらになります。はい、じゃあ一つ目いきます。はい、一つ目はこちらになります。二つ目いきます。お口をください。あ、うま、うん、あ、決めた。いきます。はい、外してください。せーの。よっしゃ。後で食べた方が美味しいと。うん、なんかワンみたい。ま、じゃあ答えを言います。はい、答えは2番目に選んだ方が両方とも高級な美味しいやつになります。やった。やっぱりね、あやが一番最初に選んだのはなんだこれ。まあこれはこれですっごい美味しいんですけど、このチョコレートになります。食べたい。ちょうだい。あ、じゃあ高い方食べなくていい。高い。後で食べさせよ。はい、一番最初に食べたのはマイルドミルクっていう生チョコになります。はい、2回目に食べたロイズのチョコレートは一番人気のオーレっていう種類になります。口どけどうでした？めっちゃ良かったでしょ？うん、このような形に入ってます。はい、
美味しかった？うん、食べたい、はい、ただ買ってきたのはこれだけじゃないんです。あるの？もう一つ、ママおすすめのものがあります。はい、こちら。何これ？え、流し角。はい、なんかパッケ見て、パッケージ。はい、あ、ポテトチップスチョコレートオリジナルって書いてある。はい、そう、ポテトチップスにチョコレートがコーティングしてあるんだけど、すっごく美味しいの。さあ、大きいのを狙って取って食べましょう。あ、小さいのだった。はい、取って。じゃあこれ、おいしいの、はい、どうぞ。いただきます。なんかなんていう、うまっでしょ。このポテトチップのしょっぱさとチョコレートのまろやかさが合わさってめっちゃ美味しいでしょ。あなたたち一通り食べましたが、どれが一番美味しかったですか？せーの。あやさんはポテトチップ、はやは一番最初に食べたミルク。この理由はで滑らかやったから。これも滑らかよ。あ、じゃあこれとこれ。ねえ、なんで？初めて食べるあやはやたちも魅了するほど美味しいチョコレートでした。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくね。よろしくね。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。食べたいな。ありがとうございました。じゃあ後で。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。見てね。